なあ、行かないのか？うん、ああ、行くよ。ジュンに、マサハルさん？よう。カイトーのおっさんが送ってきてくれたんだ。一人で行けるって言ったのによ。そう、マサハルさん、ありがとう。いいんだ、俺もお前と話したかったからな。そっか。やっと、まともに話せたな。そうだね。元気だったか？いや、記憶喪失だったやつに聞くのも変か。そうかも。ジュン、よかったね。あなたのヒーローと一緒に冒険ができて。え、うん。久々に見たらたくましくなっててびっくりしちゃった。ほら、あいつの腕ひねり上げて倒しちゃってさ。うん、護身術母ちゃんに昔教わってたから。なあ、ミキコ、お前はこれからどうするつもりなんだ？どうって？いや、家とかどうすんのかなと思ってよ。あんなことがあった後だし、家にも居づらいだろ。ああ、それはそうだね。どうしよう、まだ考えてないや。だけど。だけど？うん、なんか白川さんがね、気晴らしに純と3人で旅行でもどうかって言ってくれてるの。旅行？どこに？世界中、どこにでも、好きなところに好きなだけだって。ま、冗談だろうけど。おお、そうか。冗談なんかじゃねえと思うけど、あのおっさん医者だし金持ってそうだもんな。カイトーのおっさんと違って。うるせえよ。ミキコさん、中で一緒に映画でも。手紙見たぜ。それで、あなたは何をしに来たんでしょう？何をって、そりゃミキコさん、ちょっと待っていてください。ん？ミキコさん、これを。え？ミキコさん、僕と。待った！何でしょう？だな。ミキコは俺が連れて帰る。連れて帰るってどこに？あなたの狭くて汚い散らかったアパートにですか？それはこれから考える。それに俺のアパートは意外と片付いてる。たまには掃除だってしてんだ。カイトーさん、あなたの気持ちは分かっているつもりです。だけど僕としてもこれだけは譲るわけにはいかないのです。だから。分かってる、きっちり話し合おうぜ。話し合いなんてしませんよ。じゃあどうすんだ？男らしく拳で決着をつけましょう。は？おいおい、今時決闘かよ。それにミキコの気持ちはどうなるんだ？カイトーさん、これは僕自身が納得するための戦いなんです。言ったでしょ、最初から決死の覚悟だって。お前。
ミキコさんの心は僕の方を向いていない。そんなことは分かっています。ですがもしも、ミキコさんの前で彼女にとってのヒーローであるあなたに勝つことができたなら、彼女は僕の方を向いてくれるかもしれない。だからカイトーさん。分かった。だが大怪我しても知らねえぞ。その心配は無用です。グレ連中がミキコさんを狙っていると知った後、僕は誓ったんです。この人を守れる男になると。だからこの2年間必死にジムに通い、格闘技を習い、実戦を想定した特殊なトレーニングも積んできました。愛する人を守り抜く覚悟さえあれば、気弱だったただの医者も鋼の鎧をまとうことができるのです。わかった。その勝負受けて立つぜ。行くぞ白川。来い海藤さん。やらせてもらうぜ。せいや、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 
ちだ。文句はねえな。ええ、すっきりしました。すごく。ほんと、男ってバカだよね。それで、あなたはどうしたいの？あ、私を連れて帰るとか言ってたけど。そうだな。片付いてるってのは悪い。ありゃ嘘だ。あいつの言う通り狭くて散らかってる。風呂はカビが生えてる。え？引っ越す金もない。そうなんだ。仕事は一応探偵だ。だが収入は安定していない。給料未払いの月もある。それはちゃんともらわないとだね。だが一緒に来るか。